今回紹介するのは少ない素材でおいしい一人ご飯という本です調理道具や材料が限られていても自分で作る料理は最高おいしいとっても簡単で栄養バランスもバッチリな一人暮らしのためのレシピ集です野菜にお湯を通してお肉に塩をもみ込んで等と書かれていると その時点で面倒臭くさくなってしまう白ワインローズマリー糖と使用頻度の低い調味料類が書かれているとその時点で諦めてしまうそんなぐうたらズボラな私にぴったりのレシピ集でしたタイトルに偽りなしで本当に少ない素材定番の調味料のみで作ることができます作り始めた後で文章の中に突然調味料や材料 家庭であれば常備していそうなものが出現するといったこともありません出番の少なそうな風味づけの調味料が使われることもありますがあれば好みでなどと書かれていて敷居を下げてくれていますシンプルな材料とレシピなのでカロリー計算も簡単何気にヘルシーメニュー揃いです揚げ物がありません定番の素朴な料理簡単な料理がメインですが 自己流の適当な分量ではなくてきちんと本の通りに作ればいわゆるさしすせ素調味料のみでもちゃんと美味しくできるんだなぁとしみじみ思いましたなお目次がしっかりしていてコラムや目当ての料理にすぐにたどり着ける巻末に素材別インデックスがあるといった料理本としての使いやすさが高いことも地味にポイントが高いです 長く手元に置いていくつかのレシピは完全に自分のものにしたいそう思わせてくれる一冊です。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。